こんにちは。今日の講義は書籍マッチングです。この小説は角川ホラー文庫から出版された内田英二氏の作品で、現代社会におけるデジタル技術と人間関係の交錯を鋭く描き出しています。物語の主人公である凛花はウェディングプランナーとして活躍する女性です。彼女の仕事ぶりは非常に優秀で、多くの顧客から信頼を得ています。しかし皮肉なことに、他人の結婚を手助けする立場にありながら、自身の恋愛生活は決して順調とは言えません。これは現代社会における一つの矛盾を象徴していると言えるでしょう。仕事では人々の幸せな瞬間を演出する一方で、自分自身の人生においては孤独を感じているという状況は、多くの読者の共感を呼ぶのではないでしょうか。さて、物語は凛花が同僚に勧められてマッチングアプリに登録したことから大きく動き出します。デジタル技術の発展により、人々の出会いの形も大きく変化しました。かつては、学校や職場、あるいは友人の紹介など、実際の社会的つながりを通じて恋愛関係が生まれることが一般的でした。しかし、スマートフォンの普及とインターネットの発達により、見知らぬ人との出会いが容易になりました。これは一見、人々の選択肢を広げ、理想の相手を見つけやすくなったように思えます。しかし、この小説はそうしたデジタル時代の出会いに潜む危険性を鋭く指摘しています。凛花がアプリを通じて知り合った男性トムとの出会いは、彼女の人生を一変させる出来事となります。プロフィールと実際の人物のギャップ、そして彼の不気味な雰囲気は、ネット上の情報と現実の乖離を象徴しています。我々は日常的にインターネット上で様々な情報に接していますが、それらがどこまで真実を反映しているのか、常に慎重に判断する必要があるのです。この作品は単なるサスペンス小説にとどまらず、現代社会の諸問題を浮き彫りにしています。例えば個人情報の扱いについての問題があります。マッチングアプリに登録する際、ユーザーは自身の情報を提供します。しかしその情報がどのように管理され使用されるのか、完全に把握することは困難です。プライバシーの保護と便利さのバランスをどのように取るべきか、これは現代社会の大きな課題の一つです。またこの小説は人間関係の希薄化という問題にも光を当てています。デジタル技術の発達により、人々はより多くのつながりを持つことが可能になりました。しかしその一方で、深い人間関係を築くことが難しくなっているという指摘もあります。凛花が感じる孤独感は、まさにこの問題を体現しています。多くの人々とつながっているにもかかわらず、本当の意味での親密な関係を持てない。これは現代人が直面している大きなジレンマの一つと言えるでしょう。物語が進むにつれ、アプリ婚をした夫婦が惨殺される連続殺人事件が発生します。この展開は、テクノロジーがもたらす便利さの裏に潜む危険性を強調しています。我々は日常的にテクノロジーの恩恵を受けていますが、同時にそれがもたらすリスクにも常にさらされているのです。個人情報の流出、なりすまし、ストーカー行為など、デジタル時代特有の犯罪は後を絶ちません。この小説は、そうした現実を巧みにフィクションに織り込んでいます。さらに、この作品は信頼という概念について深く考えさせられる内容となっています。凛花を取り巻く人物たちの本当の顔が次々と明かされていく展開は、我々が日常的に接している人々についても本当のところはよく知らないのではないかという不安を喚起させます。デジタル社会において我々は多くの情報を得ることができますが、それらの情報がどこまで信頼できるものなのか、常に疑問を持ち続ける必要があるのです。この小説の魅力の一つは、読者を常に緊張状態に置くその構成にあります。誰が味方で、誰が敵なのか、その境界線が曖昧になっていく様子は、現実社会における人間関係の複雑さを反映しています。我々は日常生活において、様々な人々と関わりを持ちます。しかし、その関係性が本当に信頼できるものなのか、完全に把握することは難しいのです。また、この作品はアイデンティティについても深い洞察を提供しています。オンライン上で自分をどのように表現するか、それが現実の自分とどう異なるのか、そしてその際がもたらす影響について考えさせられます。我々はソーシャルメディアやオンラインプラットフォームにおいて、
しばしば理想の自分を演出しがちです。しかし、そのギャップが大きければ大きいほど、現実とのズレに苦しむことになるのです。内田英二氏の文体は、読者を物語の中に引き込む力を持っています。簡潔でありながら、緊張感のある描写は、読者の想像力を刺激し、まるで自分自身が物語の中にいるかのような錯覚を起こさせます。特に、凛花の心理描写は秀逸で、彼女の不安や恐怖、そして希望が生々しく伝わってきます。この作品がホラーというジャンルに分類されているのは興味深い点です。従来のホラー小説とは異なり、この作品が描き出す恐怖は、より現代的で身近なものです。それは、テクノロジーがもたらす便利さの裏に潜む不気味さであり、見知らぬ人との出会いがもたらす予測不可能性です。そして何より、自分自身のアイデンティティが揺らぐことへの恐怖が、この作品の根底に流れています。物語の展開は、読者を常に予想外の方向へと導きます。一見、単純なサスペンスストーリーに見えて、実は深い社会批評が込められているのです。例えば、マッチングアプリ運営会社のプログラマーである影山の存在は、テクノロジー企業の倫理的責任について考えさせられる要素となっています。彼らは、ユーザーの個人情報をどこまで保護する義務があるのか、また、そのプラットフォームで起こる犯罪に対して、どこまでの責任を負うべきなのか、これらは、現代社会において非常に重要な問題です。また、この小説は選択の重要性についても深く掘り下げています。凛花がマッチングアプリに登録するという選択をしたことから、彼女の人生は大きく変わっていきます。我々の日常生活においても、一見些細に思える選択が、予想外の結果をもたらすことがあります。特に、デジタル時代においては、オンライン上での一つの行動が、現実世界に大きな影響を及ぼす可能性があるのです。さらに、この作品は孤独というテーマについても深く考察しています。凛花の孤独感は、現代社会に生きる多くの人々の心情を代弁しているように思えます。デジタル技術の発達により、我々は以前よりも容易に他者とつながることができるようになりました。しかし、その一方で、真の意味での親密な関係を築くことが難しくなっているという皮肉な状況があります。この作品は、そうした現代人の孤独について鋭い洞察を提供しています。物語の中で描かれるアプリコン連続殺人事件は、単なるプロットの装置ではありません。これは、デジタル時代における新しい形の犯罪の可能性を示唆しています。個人情報の流出、なりすまし、ストーカー行為など、テクノロジーの発達に伴って生まれた新たな形の犯罪は、現実社会においても大きな問題となっています。この小説は、そうした問題に対する警鐘を鳴らしているのです。また、この作品は、真実と虚偽の境界線についても深く考えさせられる内容となっています。オンライン上で提示される情報が、どこまで真実を反映しているのか、我々は日常的に、様々な情報に接していますが、それらの真偽を見極めることは非常に難しくなっています。この小説は、そうした情報社会の複雑さを巧みに描き出しています。内田英二氏の描写力は、特筆に値します。登場人物たちの心理描写は非常に緻密で、読者は彼らの内面に深く入り込むことができます。特に、凛花の不安や恐怖、そして希望が交錯する様子は、非常にリアルに描かれています。これにより、読者は物語により深く没入し、主人公の経験を自分自身のものとして感じることができるのです。この小説の構成も非常に巧みです。物語は常に予想外の方向に展開し、読者を飽きさせません。しかし、それは単なる意外性のための展開ではありません。各々の展開が、現代社会の問題点を浮き彫りにする役割を果たしているのです。例えば、凛花を取り巻く人物たちの本当の顔が明かされていく過程は、我々が日常的に接している人々についても、本当のところはよく知らないのではないか、という不安を喚起させます。また、この作品は、信頼という概念について深く考えさせられる内容となっています。デジタル社会において、我々は多くの情報を得ることができますが、それらの情報がどこまで信頼できるものなのか、常に疑問を持ち続ける必要があります。この小説は、そうした現代人の不安を巧みに描き出しているのです。さらに、
この小説はテクノロジーと人間性という大きなテーマについても深い洞察を提供しています。テクノロジーの発達により我々の生活は確かに便利になりました。しかしその一方で人間本来の感性や直感が失われつつあるのではないかという懸念もあります。この作品はそうしたテクノロジーと人間性のバランスについて読者に問いかけているのです。物語の中で描かれるアプリコンという概念も非常に興味深いものです。これは現代社会における結婚観の変化を象徴しています。かつては結婚は家族や社会のためのものという側面が強かったですが、現代では個人の幸福追求の手段として捉えられることが多くなっています。そしてその理想の相手を見つけるツールとしてマッチングアプリが利用されているのです。しかしこの小説はそうした理想の追求が時として危険な結果をもたらす可能性があることを示唆しています。またこの作品は自己実現というテーマについても深く掘り下げています。リンカはウェディングプランナーとして成功を収めていますが、自身の恋愛生活では満足を得られていません。これは現代社会における成功の定義の複雑さを示しています。キャリアにおける成功が必ずしも個人の幸福につながるわけではない。この作品はそうした現代人のジレンマを鋭く描き出しているのです。さらにこの小説はコミュニケーションの本質について深い洞察を提供しています。デジタル技術の発達により我々は以前よりも容易に他者とコミュニケーションを取ることができるようになりました。しかしその一方で真の意味での理解や共感が失われつつあるのではないかという懸念もあります。この作品はそうした現代のコミュニケーションのあり方について読者に問いかけているのです。物語の展開は読者を常に緊張状態に置きます。誰が味方で誰が敵なのか、その境界線が曖昧になっていく様子は現実社会における人間関係の複雑さを反映しています。我々は日常生活において様々な人々と関わりを持ちます。しかしその関係性が本当に信頼できるものなのか完全に把握することは難しいのです。この小説ではリンカの周囲にいる人物たちが次々と明らかになることで読者は彼女と同じように不安を抱くことになります。果たして彼らは本当に信頼できるのか、それとも裏切り者なのか、こうした緊張感が物語を引き立てています。また作品の中で描かれるアプリコン連続殺人事件は単なるフィクションの枠を超え現代社会の問題を鋭く反映しています。デジタル技術が進化する中で我々は便利さを享受する一方で、その裏に潜む危険性にも目を向ける必要があります。この小説はそうした問題提起を行いながら読者に深い考察を促します。さらにこの作品は自己認識やアイデンティティについても考えさせられます。リンカがマッチングアプリで出会った人々との関係を通じて自分自身の本当の姿や欲求に気づく過程は多くの人が共感できる部分でしょう。特に他者との関わりを通じて自分自身を見つめ直すというテーマは現代人にとって非常に重要なものです。内田英治氏の文体は非常に魅力的で、緊張感あふれる展開とともにキャラクターの心理描写が巧みに絡み合っています。特にリンカの心情は生々しく描かれており、読者は彼女の不安や恐怖をリアルに感じ取ることができます。このような描写によって物語は単なるエンターテインメントではなく深いメッセージ性を持つ作品となっています。またこの小説が描く現代社会への批評は多くの読者に新たな視点を提供します。デジタル技術が進化する一方で人間関係やコミュニケーションの質が低下しているという現実への警鐘です。リンカの孤独感や不安感は多くの人々が抱える共通の悩みとして受け取られるでしょう。このようにマッチングは単なるホラー小説ではなく現代社会の複雑な問題を多面的に描き出した作品です。テクノロジーと人間性、信頼と裏切り、自己認識と他者との関係性など多くのテーマが絡み合いながら進行する物語は一度読み始めるとその世界観に引き込まれていきます。この作品を通じて我々はデジタル時代における人間関係やコミュニケーションについて再考する機会を得ることができます。そしてそれによって自分自身や周囲との関係性を見つめ直すきっかけとなることでしょう。
内田英二氏が描く緊迫したストーリー展開と深いテーマ性は、多くの読者に強い印象を残すこと間違いありません。この作品が提供するメッセージやテーマについて考えながら読むことで、一層深い理解と感動を得ることができるでしょう。マッチングは、その内容だけでなく現代社会への鋭い視点も持ち合わせた意義深い作品です。さて、ここまでマッチングという小説についてお話ししました。ここからは、この作品が提起する現代社会の問題点やその背景にある社会現象についてさらに深く掘り下げていきたいと思います。この小説が描き出す世界は、一見すると私たちの日常と変わりありません。しかし、その裏側にはテクノロジーの進化がもたらす新たな脅威が潜んでいるのです。特に注目すべきは、デジタル化が進む現代社会における人間関係の変容です。かつて人々の出会いは学校や職場、あるいは友人の紹介など実際の社会的つながりを通じて生まれるものでした。しかし、スマートフォンの普及とインターネットの発達により、見知らぬ人との出会いが容易になりました。これは一見、人々の選択肢を広げ、理想の相手を見つけやすくなったように思えます。しかし、その一方で新たなリスクも生まれているのです。例えば、オンライン上での成りすましや詐欺の問題があります。プロフィールと実際の人物のギャップは、単なる見た目の違いだけでなく、悪意を持った人物が善良な市民を装うことも可能にしてしまいました。これは現実世界での人間関係とは全く異なる新たな脅威と言えるでしょう。また、個人情報の扱いについても深刻な問題があります。マッチングアプリに登録する際、ユーザーは自身の情報を提供します。しかし、その情報がどのように管理され、使用されるのか、完全に把握することは困難です。近年、大手テクノロジー企業による個人情報の不適切な取り扱いが問題となっていますが、これはまさに現代社会が直面している重要な課題の一つです。さらに、この小説は人間関係の希薄化という問題にも光を当てています。デジタル技術の発達により、我々はより多くのつながりを持つことが可能になりました。しかし、その一方で深い人間関係を築くことが難しくなっているという皮肉な状況があります。これは社会学者のロバート・パットナムが「ボーリング・アローン」という著書で指摘した社会関係資本の減少という現象とも関連しています。パットナムは、アメリカ社会において人々が集まってボーリングをする機会が減少し、一人でボーリングをする人が増加していることを例に挙げ、社会的なつながりの希薄化を論じました。この現象は日本を含む多くの先進国でも見られるものです。オンライン上では多くの友人を持っていても、現実世界での深い人間関係が欠如している。これは現代人が直面している大きなジレンマの一つと言えるでしょう。この小説の中で描かれるアプリ婚連続殺人事件は、単なるフィクションの枠を超え、現代社会の問題を鋭く反映しています。個人情報の流出、成りすまし、ストーカー行為など、テクノロジーの発達に伴って生まれた新たな形の犯罪は、現実社会においても大きな問題となっています。例えば、アメリカの連邦取引委員会FTC の報告によると、オンラインデートサイトやアプリを利用した詐欺被害は年々増加しており、その被害額も膨大なものとなっています。被害者の多くは相手の言葉を信じ、感情的にも金銭的にも大きな損失をかぶっています。これはオンライン上での人間関係の脆弱性を如実に示すものと言えるでしょう。また、この作品は真実と虚偽の境界線についても深く考えさせられる内容となっています。オンライン上で提示される情報がどこまで真実を反映しているのか。我々は日常的に様々な情報に接していますが、それらの真偽を見極めることは非常に難しくなっています。これは哲学者のジャン・ボードリアールが提唱したシミュラークルの概念とも関連しています。ボードリアールは、現代社会において現実とその表象の区別が曖昧になり、むしろ表象が現実を規定するようになっていると指摘しました。マッチングアプリ上のプロフィールは、まさにこのシミュラークルの一例と言えるでしょう。そこに表示される情報は必ずしも現実を反映したものではありません。しかし、その情報が現実の出会いや関係性を規定してしまうのです。
さらに、この小説は自己認識やアイデンティティについても深い洞察を提供しています。主人公のリンカがマッチングアプリで出会った人々との関係を通じて自分自身の本当の姿や欲求に気づく過程は、心理学者のエリク・エリクソンが提唱したアイデンティティ形成の理論とも重なります。エリクソンは人間の発達段階を8つに分け、各段階で特定の課題、危機に直面し、それを乗り越えることでアイデンティティが形成されると考えました。特に青年期において、アイデンティティ対アイデンティティ拡散という課題に直面するとされています。この小説の主人公もまさにこの課題に直面しているのです。オンライン上での自己表現と現実の自分との乖離、他者との関係性を通じて自己を再定義していく過程、これらはデジタル時代における新たなアイデンティティ形成の在り方を示唆しています。 SNS やマッチングアプリ上で理想の自分を演出することは容易です。しかし、その理想の自分と現実の自分とのギャップに苦しむ人も少なくありません。この問題は心理学者のカール・ロジャーズが提唱した自己概念の理論とも関連しています。ロジャーズは、人間には理想自己と現実自己があり、この2つのギャップが大きいほど心理的な不適応が生じると考えました。デジタル時代において、この理想自己と現実自己のギャップはより顕著になっているのかもしれません。またこの小説は信頼という概念について深く考えさせられる内容となっています。リンカを取り巻く人物たちの本当の顔が次々と明かされていく展開は、我々が日常的に接している人々についても本当のところはよく知らないのではないかという不安を喚起させます。これは社会学者のアンソニー・ギデンズが提唱した信頼の概念とも関連しています。ギデンズは、現代社会において我々は日常的に抽象的システムに対する信頼を強いられていると指摘しました。例えば、我々は銀行システムや交通システムなど、その仕組みを完全には理解していないシステムを信頼して日々の生活を送っています。マッチングアプリもまたこのような抽象的システムの一つと言えるでしょう。ユーザーはそのシステムが適切に機能し、自分の個人情報が守られ、表示される相手の情報が真実であることを信頼しています。しかし、この小説が示唆するように、その信頼は時として裏切られる可能性があるのです。さらに、この作品はテクノロジーと人間性という大きなテーマについても深い洞察を提供しています。テクノロジーの発達により、我々の生活は確かに便利になりました。しかし、その一方で人間本来の感性や直感が失われつつあるのではないかという懸念もあります。これは哲学者のマルティン・ハイデガーが技術への問いって論じたテクノロジーと人間の関係性についての問題とも重なります。ハイデガーは、近代技術が世界を伊達組、ゲシュテルとして捉え、全てを利用可能な資源としてみなす傾向があると指摘しました。マッチングアプリにおいても、人間関係が効率的に管理、利用される資源として扱われる危険性があるのではないでしょうか。また、この小説が提起する問題は、心理学者のシェリー・タークルが、一緒にいても一人ぼっちという著書で指摘した、テクノロジーが人間関係に与える影響とも関連しています。タークルは、スマートフォンやソーシャルメディアの普及により、人々が物理的には一緒にいても、それぞれが自分のデバイスに没頭し、真の意味でのコミュニケーションが失われつつあると警鐘を鳴らしました。マッチングアプリもまた、このような傾向を助長する可能性があります。効率的に理想の相手を探すことができる一方で、相手を一つの選択肢として扱い、深い人間関係を築く機会を逃してしまう危険性があるのです。さらに、この小説は自己実現というテーマについても深く掘り下げています。主人公のリンカはウェディングプランナーとして成功を収めていますが、自身の恋愛生活では満足を得られていません。これは現代社会における成功の定義の複雑さを示しています。心理学者のアブラハム・マズローは、人間の欲求を5段階のピラミッドで表現しました。その最上位に位置するのが自己実現の欲求です。しかし、現代社会において、キャリアにおける成功が必ずしも個人の幸福や自己実現につながるわけではありません。この作品は、そうした現代人のジレンマを鋭く描き出しているのです。また、
この小説はコミュニケーションの本質について深い洞察を提供しています。デジタル技術の発達により我々は以前よりも容易に他者とコミュニケーションを取ることができるようになりました。しかしその一方で真の意味での理解や共感が失われつつあるのではないかという懸念もあります。これは哲学者のマルティン・ブーバーが提唱した我が汝関係と我がそれ関係の概念とも関連しています。ブーバーは真の対話は我が汝関係、つまり相手を一個の主体として尊重し全人格的に向き合う関係においてのみ成立すると考えました。しかしマッチングアプリを介したコミュニケーションでは相手をそれつまり客体化された存在として扱ってしまう危険性があるのです。さらにこの作品は現代社会におけるリスクの問題にも光を当てています。社会学者のウルリヒ・ベックは現代社会をリスク社会と呼び、科学技術の発展がもたらす新たなリスクに注目しました。マッチングアプリもまた新たなリスクを生み出しています。個人情報の流出、なりすまし、ストーカー行為など、これらはすべて現代のテクノロジーがもたらした新たなリスクと言えるでしょう。またこの小説は選択の重要性についても深く掘り下げています。主人公のリンカがマッチングアプリに登録するという選択をしたことから彼女の人生は大きく変わっていきます。これは実存主義哲学者のジャン・ポール・サルトルが主張した実存は本質に先立つという考え方とも通じるものがあります。サルトルは人間は自由であり、その選択によって自己を定義していくと考えました。現代社会において我々は日々多くの選択を迫られています。特にデジタル時代においてはオンライン上での一つの行動が現実世界に大きな影響を及ぼす可能性があるのです。さらにこの作品は孤独というテーマについても深く考察しています。主人公の孤独感は現代社会に生きる多くの人々の心情を代弁しているように思えます。これは社会学者のデビッド・リースマンが孤独な群衆という著書で指摘した現代社会における個人の疎外感とも重なります。リースマンは現代社会において人々が他者思考型になり、自己の内面よりも他者の評価や期待に敏感になっていると指摘しました。このような状況は特にデジタル時代において顕著です。 SNS やマッチングアプリを通じて他者とのつながりを求める一方で、実際には孤独を感じる人が増えているのです。リンカの孤独感は彼女がウェディングプランナーとして他人の幸せを手助けする一方で、自身の恋愛生活が満たされていないことから生じています。このような矛盾は多くの人々が抱える共通の悩みでもあります。人々は外見上はつながっているように見えても内面的な孤独感を抱え続けていることが多いのです。この小説はデジタル技術がもたらす便利さと同時に、その裏に潜む危険性や孤独感について深く考察しています。特にマッチングアプリという新しい出会いの形がどのように人間関係を変容させているのかを鮮明に描き出しています。リンカが経験する恐怖や不安は単なるフィクションではなく、現代社会に生きる私たち全員が直面している現実なのです。またこの作品は選択の重要性についても深く掘り下げています。リンカがマッチングアプリに登録するという選択をしたことから彼女の人生は大きく変わっていきます。この選択は彼女だけでなく多くの人々にとっても重要な意味を持っています。デジタル時代においては一つの選択がその後の人生を大きく左右することがあります。このような背景を踏まえると、マッチングは単なるホラー小説ではなく現代社会への鋭い批評や洞察を提供する作品であることがわかります。テクノロジーと人間性、信頼と裏切り、自己認識と他者との関係性など多くのテーマが絡み合いながら進行する物語は、一度読み始めるとその世界観に引き込まれていきます。この作品を通じて我々はデジタル時代における人間関係やコミュニケーションについて再考する機会を得ることができます。そしてそれによって自分自身や周囲との関係性を見つめ直すきっかけとなることでしょう。内田英二氏が描く緊迫したストーリー展開と深いテーマ性は多くの読者に強い印象を残すこと間違いありません。この小説が提供するメッセージやテーマについて考えながら読むことで一層深い理解と感動を得ることができるでしょう。マッチングは
その内容だけでなく、現代社会への鋭い視点も持ち合わせた意義深い作品です。読者として、この物語から何を感じ取り、どのような考察を行うかは、それぞれの自由ですが、この作品が提示する問題提起には耳を傾ける価値があります。デジタル化が進む現代社会では、人々の価値観や人間関係も大きく変わっています。その中で、マッチングという作品は、その変化に対する警鐘として機能していると言えるでしょう。この小説が描く世界から学ぶことは多く、自身の日常生活にも活かせる洞察が詰まっています。このようなテーマについて考えながら、本書を手に取ってみることをお勧めします。物語の中で繰り広げられる緊迫した展開とともに、自身の日常生活や人間関係についても新たな視点から考えさせられることでしょう。マッチングは、ホラー小説としてだけでなく、現代社会への鋭い批評としても楽しむことができる作品です。その深いメッセージ性とともに、多くの読者に愛され続けることでしょう。以上、本日の講義では、マッチングを通じて、現代社会におけるデジタル技術と人間関係の複雑な相互作用について考察してまいりました。この作品が提起する問題は、単なるフィクションの枠を超え、私たちの日常生活に深く根ざしたものであることがお分かりいただけたかと思います。テクノロジーの進化は、確かに私たちの生活を便利にしました。しかし同時に、新たな課題も生み出しています。例えば、オンライン上での自己表現と現実の自分との乖離は、現代人のアイデンティティ形成に大きな影響を与えています。これは、心理学や社会学の分野でも注目されている現象です。また、デジタル時代における信頼の概念についても、深く考えさせられる内容でした。オンライン上で提示される情報をどこまで信じるべきか、そして他者との関係をどのように構築していくべきか、これらの問題は、私たち一人一人が日々直面している課題でもあります。さらに、この小説は選択の重要性についても鋭い洞察を提供しています。デジタル時代において、一見些細に思える選択が予想外の結果をもたらすことがあります。これは、私たちの日常生活においても非常に重要な示唆を含んでいます。この作品が描く孤独の問題も、現代社会を考える上で避けては通れない重要なテーマです。デジタル技術によって、私たちはより多くのつながりを持つことが可能になりました。しかし、その一方で、真の意味での親密な関係を築くことが難しくなっているという皮肉な状況があります。これは、社会学や心理学の分野でも盛んに研究されているテーマです。また、この小説は、コミュニケーションの本質についても深い洞察を提供しています。テクノロジーの発達により、私たちはより容易に他者とコミュニケーションを取ることができるようになりました。しかし、その一方で、真の意味での理解や共感が失われつつあるのではないか、という懸念もあります。これは、哲学や言語学の分野でも重要なテーマとなっています。さらに、この作品は現代社会におけるリスクの問題にも光を当てています。新しいテクノロジーがもたらす便益と同時に、それに伴う新たなリスクについても考えさせられます。これは、社会学や情報倫理学の分野でも重要なトピックです。この小説が提起する問題は、私たちの社会の今後を考える上で非常に重要なものばかりです。テクノロジーと人間性のバランス、プライバシーと利便性のトレードオフ、そして人間関係の質的変化、これらの問題に対して、私たち一人一人が真剣に向き合い、考えを深めていく必要があります。文学作品は、しばしば社会の鏡と言われます。マッチングもまた、現代社会の姿を鮮明に映し出す鏡となっています。この作品を通じて、皆さんにも自分自身の生活や人間関係について、新たな視点から考えていただければと思います。テクノロジーの進化は今後も続くでしょう。その中で、私たちはどのように人間らしさを保ち、豊かな人間関係を築いていけばよいのか、この問いに対する答えは、一人一人が自分の経験や施策を通じて見出していく必要があります。本日の講義が皆さんにとってそのような施策のきっかけとなれば幸いです。デジタル時代を生きる私たちにとって、この作品が提起する問題は決して人事ではありません。日々の生活の中で、テクノロジーとどのように向き合い、人間関係をどのように築いていくか、それを考える上で、
この小説は非常に示唆に富む材料を提供してくれています。皆さんにはこの講義を踏まえて、ぜひマッチングを実際に手に取って読んでいただきたいと思います。そしてその過程で感じたこと、考えたことを周りの人々と共有し、議論を深めていっていただければと思います。それがこの作品の真の価値を引き出すことにつながるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ日々の活動や学びに集中できますし、自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は健康と美容を両立させるための画期的なサービス、ライザップについてお話しします。ライザップは結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで、自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとって、この点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるので、モチベーションを保ちやすいのです。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体作りにも注力しているので、長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライザップの自信の表れとして、30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライザップは単なるダイエットサービスを超えて、総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく、総合的な健康の向上を目指しています。ライザップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライザップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライザップメソッドによって、 52kg 減量、38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライザップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中で、そのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライザップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。